主婦は贅沢するな。電気代は300円、食費も1日300円だ。買い物から戻った私に向かってアツシが言った。買い物袋を見せろ、サエ。ええ。呆然とする私から買い物袋を受け取って、アツシは袋の中へと視線を落とす。これもいらない、あれもいらない。そう言って別の袋に移動させていく。何かと思って見ていると、アツシは自分が用意していた袋を私に見せた。お菓子なんていらないだろう。返してこい。でも、それは家事の合間の楽しみで。聞こえなかったのか。アツシは激怒して私に袋を押し付ける。何度も言わせるな。食費は1日300円、お菓子なんていらない。そう言い切ると荒っぽい足取りで私から離れていった。そしてソファーに腰掛けて新聞を読み始めた。それを眺める私は言葉が出なかった。押し付けられた袋を手に立っていると、アツシが腹立たしげに言う。早く返してこいよ。スーパーまでは徒歩で10分。季節は夏の盛りで、外は何もかもが溶けてしまいそうに暑い。今だって汗まみれになりながら買い物から戻ったのだ。またあの道を往復しろというのか。それも一旦は購入したお菓子類を返品するために。私はその場から動けなかった。アツシ、私よりもお金が大事なの？節約は確かに大事だけど、もっと重要なものがあるんじゃないだろうか。もういい。私は袋を持って歩き出しながら誓う。やってやろうじゃないか、節約とやらを。アツシ、覚悟しておいて。私の節約はあなたの日じゃないから。私の名前は市井さえ。今年で27歳になる。夫の厚氏とは結婚して2年目だ。厚氏にはもともと神経質なところがあった。もっとも彼は名門大学の出身で、誰もが認める秀才だ。私も彼の知的なところに惹かれた。だが、結婚して一緒に暮らし始めると、厚氏の細かい性格が目につくようになってきた。さえ、ちゃんと隅々まで掃除したのか。窓ガラスが曇っているぞ。はいはい。アツシが窓際で叫んでいる。私はうんざりしながら近づいていく。私は専業主婦だが、料理に始まって他の家事があるのだ。掃除ばかりやっていられない。にもかかわらず、アツシは家中を点検して回っては私の落ち度を見つけて責めるのだった。俺が働いている間にお前は何をしてたんだ。何って家事に決まってるじゃない。その家事も十分にこなせていないのに、でかい顔をしてテレビなんて見ていたのか。私はため息をついた。誰だって休憩は必要だ。それに私がテレビを見ていたのはほんの数分だ。その間にアツシが帰ってきて家のチェックが始まったのだった。ちょっとアツシ、なんだこれは。今度は冷蔵庫の中身を確認している。アツシが目を留めたのはメロンだった。私が買ったのではない、お隣さんからもらったものだ。冷やしておいて後で一緒に食べようと思ったの。こんなものもらってお返しが大変じゃないか。でもせっかくの好意を無下にするわけにもいかないし、と私は言おうとした。それよりも先にアツシが口を開いた。でもじゃない、もう二度ともらい物なんてするんじゃないぞ。いいな。子供を相手に説教をするような口調でアツシは言う。私はうなだれていた。わかったよ。アツシには私を子供扱いするところがある。ある知人に至っては見下されているという印象を覚えたらしい。無理もない、
私ですら時にはそう感じることがあるのだから。確かに私は高卒で学歴では淳に負ける。だけどだからといって人間的に劣っているとは思っていなかった。だが淳はそうではないらしい。これだからさえは困るんだよ。俺が見張ってないとどんなミスをするか分かったもんじゃない。そうつぶやいた淳に私は愕然として目を見開く。淳は私のことを対等には見ていなかったのだ。そう気づいて私は悲しかった。学歴が立派な割には淳は収入がいい方ではなかった。勤めているのも中堅クラスの企業だし、出世の気配も今のところない。そのくせ職場の人間たちのことは自分より低く見ているのだから、どうしようもなかった。うちの上司は頭が悪いから。それが淳の口癖だった。私は淳の上司を知らない。ただ話を聞く限りでは淳にとって天敵のような存在である。実際のところはどうなのだろう。淳は持論を展開しているうちに興奮してきて話を誇張する悪癖がある。だから淳の話を鵜呑みにすることはできなかった。淳が熱弁を振るうのは主に夕飯の時である。ビールを飲み顔を赤くしながら職場での不満を私に訴える。そいつがさ、うん。私はうなずくしかできない。名前を出されてもその人が淳の上司なのか同僚なのか後輩なのかという程度しかわからない。顔も知らない相手の話をされて私はどうすればいいのだろう。次第に淳の機嫌が悪くなってくる。お前って冷たいよな。え？俺がこんなに苦労しているのにヘラヘラ笑っちゃってさ、他人事って顔してるもんな。そう言って私に失望したような目をするのだ。私は心外さを感じた。他人事だなんて思っていない。淳は頑張っていると思う。だが今一つ報われていない。その不満が職場や職場の仲間たちに向くのはわかる。淳、私は淳の仕事のことも職場のこともよく知らないんだよ。だから説明してやってるだろ。お前の物分かりが悪いんだ。はっきりとそう言って淳はビールを飲み干した。私は絶句していた。それから数日後、今日駅前で大学時代の友達と会ってさ、うちに来たいって言ってるんだけど。帰宅途中の淳からそんな電話がかかってきた。私はうろたえた。こんな遅い時間に客をもてなす準備をしろというのか。料理だって2人分、それも普段の献立だ。今からスーパーに行って食事を買ってくるなり、お惣菜を並べるなりしなくてはならなかった。無理だよ今からなんて。大丈夫大丈夫、ちゃちゃっと何か作ればいいよ。それだけ言って淳は通話を切ってしまった。私は途方に暮れている暇もない。急いで化粧をして自転車に飛び乗る。スーパーよりも近い距離にあるコンビニでお酒とおつまみになりそうな出来合い品を買った。これでどうにかしのごう。ただいま。お帰りなさい。あ、そちらの方も。どうも、お邪魔します。淳の友人は独身だという。そのせいか淳よりも垢抜けた格好をしていた。付き合っていた頃の淳を思い出して私は懐かしくなった。思わず微笑んだところで淳が不機嫌そうに言った。こいつがイケメンだからって顔だらけすぎだぞ。そんなことないよ。私は2人をリビングに案内した。テーブルに並んでいるものを見て淳の友人は歓声を上げた。ちょうど腹減ってたんです、助かる。さえ、ちょっと。友人とは対照的に淳は顔をしかめている。これ何って
今日の夕ご飯におつまみだけど。全部出来合いじゃん。何手抜きしてんの。俺の友達のことなんだと思ってるんだよ。そんな。今日の献立は味噌汁にとんかつ、トマトのサラダだ。この3品は私の手作りで、残りのおつまみはアツシが指摘した通りコンビニで購入したものだった。しかしアツシは全ての料理が出来合いであるかのように言う。家で何してたんだ。家事だろな。家事がお前の仕事なんだよ。何サボってるんだよ。サボってたんじゃないよ。今回は時間がなくて。アツシ、落ち着けって。見かねた友人がアツシをなだめる。アツシはこれ見よがちにため息をついてみせた。こいついつもこんな調子でさ、俺苦労してんの。アツシ。私は理解した。アツシは家で職場の悪口を言うように、職場や友人を相手には私の悪口を言っているのだった。事実、酒が入って調子が出てくると、アツシはこんなことを言い出した。さえ、こいつと浮気する気だろ。何言ってるの？いいや、俺にはわかる。お前はそういうやつだよ。何の根拠もないのに決めつけてかかってくる。友人と私の二人がかりでどうにか落ち着かせたのだった。友人が帰った後、アツシは腕組みをして私を見た。酔いが覚めてくるにつれて、彼は不機嫌になっていったのだ。さえ、ちょっといいか。何？私は嫌な予感がした。それでも無視するわけにはいかない。皿洗いを中断して近づいていくと、アツシは不意に声を荒げた。俺はサエを信じてた。なのに見事に期待と信頼を裏切ってくれたな。おかげで俺は赤っ端だった。まるで自分が被害者であるかのような口ぶりだった。私は呆然とアツシの顔を眺める。アツシは本心から怒っていた。顔にそれが現れている。だけど、私は何が悪かったのだろう。あの短時間でスーパーとの往復は無理だし、ましてや料理をする時間なんてなかったのだ。そう説明しようにも、アツシは頭ごなしに、お前は面倒くさがりなんだよ、と繰り返すばかりだった。アツシの不機嫌は、それから3日近く続いた。ようやくアツシが落ち着いたと思った頃だ。主婦は贅沢するな。電気代は300円、食費も1日300円だ。怒りの念もあらわにアツシは言った。その日は休日だった。アツシは昼間から家にいて、買い物から帰った私を出迎えてくれた。でも相変わらず様子がおかしい。何より私の顔を見るなり、贅沢をするなという言葉が飛び出したのだから。リビングに行くなり、アツシは買い物袋の検品を始めた。あれもいらない、これもいらない、そう言って事前に用意していたらしい別の袋へと中身を移動させていく。私は何事かと思ってその様子を眺めていた。するとアツシは私にその袋を落ち着けてきた。お菓子なんていらないだろ、返してこい。でもそれは家事の合間の楽しみで。聞こえなかったのか。アツシは激怒した。私はその声にギョッとする。何度も言わせるな。食費は1日300円、お菓子なんていらない。早く返してこいよ、とアツシは言う。私は言葉がない。窓の外を見た。今は夏の盛りで、外は溶けてしまいそうに暑い。スーパーまでは徒歩で10分という道のりだ。それをまた私に往復しろというのか。それも一度は購入したものを返品するために。今だって私の額には汗がにじんでいる。せめてアツシが車で連れて行ってくれればと思ったが、
アツシはソファーに座ったまま動く気配がない。アツシは私の健康面を全く考慮してくれていなかった。この暑さの中で歩き回るのはもう無理だった。倒れてしまう。視線でそう訴えたが、アツシは無視をして新聞を読んでいる。わかった。私は袋を持って歩き出す。そうか、ならやってやろう、節約というやつを。怒りのエネルギーに支配された私は暑さなど全く意に介さなかった。黙々と歩き続け、スーパーで目的を果たし帰宅する。やればできるじゃないか。淳はそう言って喜んだ。やはり私の本心には気づいていない。淳、私はもう限界だ。淳の被害妄想にはもう付き合っていけない。このまま別れるにしても一泡吹かせてやってからでないと納得がいかない。その日から私は節約の権化と化した。なんだこれは。仕事から帰宅した淳は愕然として後ずさった。私は当然のように言う。電気代の無駄だから電化製品は全て売り払ったの。何考えてんだお前は。淳は叫んだが、私は相手にしない。リビングにはポツンとテーブルがあり、二人分の椅子がある。それ以外の家具は姿を消していた。ああそうそう、アツシが大事にしてたコンポも売ったから。さえ、なんてことするんだお前は。本気なのかな。冗談だろ。本気だけど。私はアツシの方こそ冗談を言っているかのような調子で笑った。だって電気代も節約するんでしょ。じゃあアツシも協力してくれないと。俺はお前に節約しろと言ったんだ。俺はもともとそんなに贅沢なんて。私だって贅沢はしてなかったよ。感情を押し殺してただ笑顔を維持する。ここで一緒になって怒ってしまってはダメだ。私は自分にそう言い聞かせて言葉を続ける。だけど、アツシが言ったからさ、私も頑張って実行するよ。それでいいんでしょ？それにしても、限度があるだろ。おい、どこに売ったんだ？今からでも返してもらって。それより、夕飯、早くしないと冷めちゃうよ。電子レンジもないから、冷めたら冷たいまま食べてもらうことになるけど。その言葉に、慌ててアツシがテーブルに向かった。私は微笑を浮かべて後に続く。椅子に座ろうとしたアツシの表情が一瞬にして凍りついた。なんだこれは。何って、夕飯だよ。私は朗らかに答える。もやし炒めにもやしの味噌汁、あとは。全部もやしじゃないか。アツシは悲鳴を上げた。アツシは確かもやしについては好きでも嫌いでもなかった気がする。だが今は目の前のもやしの行列に恐怖を感じているらしかった。食費も抑えるんでしょ。じゃあ安い食材でどうにかするしかないよね。お前がお菓子を買わなければ。そうだ、時間で値引きされるお惣菜は。出来合いは嫌なんでしょ。私は一転して冷ややかに言った。それに値引き品だって200円はするよ。そんな高いもの買えないよ。ビールは？ない。これについては冷蔵庫がない時点で察しがついただろうと思っていたのだが、アツシはビールがないと聞いて泣きそうな顔になってしまった。これから毎日もやしなのか。安い食材があればもやし以外も検討するよ。そう言うと私は箸を手に取った。早く食べて、もやし炒めが冷めちゃうから。こんな生活は無理だ。節約生活を始めてから半月、アツシはテーブルに突っ伏していった。さえ、勘弁してくれ。
俺が悪かったよ。いくらなんでもこれはやりすぎだ。もうちょっと普通の手段で節約を。何言ってるの。私はウキウキとしていた。始めてみると節約生活は楽しかった。家具がほとんどないから掃除も楽だ。アツシは必死に懇願してくる。このまま節約生活を続けるなら俺と別れてくれ。アツシが言い出したんだよ。私はさも意外そうな顔をしてみせる。アツシは首を振ってみせた。仕事で疲れてるんだよ。せめて家でくらいくつろぎたいんだ。この環境じゃ休まるどころか辛いばかりだ。冷房はつけているじゃない。この暑さだぞ。冷房までなかったら。でも私は炎天下の中買い物に行ったんだよ。アツシに言われて2回も往復して。私は何でもないことのように言った。本心では怒りがあった。アツシは勝手すぎる。私がなぜこんな生活を始めたのかまるで理解しようとしていなかった。私は別れないから。さえ。アツシは愕然とした様子で私を見る。私だってもうアツシへの愛情はほとんど残っていない。これは復讐だ。この程度で解放なんてしてあげない。まだまだ節約を味わってもらわないと。こんな家もうごめんだ。突然アツシは叫んだ。椅子から立ち上がってリビングから出ていく。アツシ。俺は実家に帰る。離婚届を後で送るからサイン頼むぞ。そう言って廊下から玄関へと進み、外に出ると車に乗り込んだ。行き先は義実家だという。私は気にしなかった。アツシはどうせすぐに戻ってくる。果たして数時間後、アツシから電話があった。サエ、お前、お袋たちに何を言ったんだ。アツシの声は震えていた。私は苦笑いを浮かべて言う。何言って。アツシの今までの私に対する仕打ちを全部お母さんに聞いてみたの。これはあなたの教育ですかって。なんだって。もちろんお母さんはそんな覚えはないって言ってた。それからアツシがそんな振る舞いをしているなんてってショックを受けてたよ。私は誇張などしていない。誰かさんとは違うのだ。証拠もある。私はアツシとの会話をこっそり録画していたのだった。それを義母に聞かせたところ、義母はショックのあまり電話口で涙声になっていた。お前が余計なことを言ったせいで俺は親父にしこたま説教を食らった挙句家から追い出されたよ。それは大変ね。他人事のように私はうなずく。正直な話、どうしてアツシが怒っているのかわからない。私は事実を報告しただけだ。その結果、義両親がアツシを締め出したのは義両親の判断である。もっと言えばアツシの自業自得だった。義両親の対応だけじゃない。食事がもやし中心になったのも、私が家電を売り払ったのも、全部アツシの言葉がきっかけなのだから。家に帰ってお前に対して今までの償いをしろって、揃ってお前の味方だよ。さえ、お前はうちの親に何をしたんだ。何もしてないよ。私はアツシの被害妄想に呆れながらも言葉を続けた。アツシ、アツシがどうしても別れたいなら私も離婚に同意するよ。本当か。うん。でもね、それには条件があるの。なんだ、言ってみろ。アツシは勢いづいている。そんなに私と離婚したいのか。同時に思う。アツシの理想とする女性なんて果たしてこの世に存在するのだろうかと。1000万円私にちょうだい。離婚してからも平穏に暮らせるように。バカを言うな。慰謝料だってそんなに高くないぞ。でも今の暮らしを続けていればそのぐらい貯まると思うの。
それまでは絶対離婚には応じません。そんな無茶だと敦はわめいた。無茶じゃない。どうせ節約生活を送るならそれぐらいの目標が必要だ。私はにっこりと笑っていた。まだ平らなお腹を撫でる。毎月養育費を払うよりはマシだと思うけどな。養育費？お前、まさか。私は電話口でそうだよとうなずいていた。3ヶ月だって。私がアツシと別れたくないのはこの子がいるからだよ。まだあなたに情があるなんてうぬぼれちゃダメだよ。サエ、そのことはうちの親には言ったよ。だからお母さんたちますます必死なのかもしれないね。そういえば、アツシは絶句していた。アツシにとっては最悪のタイミングでの妊娠判明だろう。でも子供に罪はないのだ。私はこの子が生まれてくるのが今から楽しみだし、この子のためにもお金を貯めなくてはと思っている。安心してよ。料理はもやし以外でも安いレシピと食材を探すし、冷暖房は売り払わない。この子のためにもね。アツシはもはや泣いていた。義実家から追い出され行く場所を失ったアツシ。私のお腹に子供がいるとなっては離婚を強行するのも難しいだろう。わかった。そっか。じゃあ早く帰ってきてね。私は笑顔で通話を終えたのだった。あれからアツシは私の家事の出来に口出しをしなくなった。相変わらず家事は手伝ってくれないが、何も言わなくなっただけで私にとっては大助かりだった。ママ。あら千秋、どうしたの。私は笑顔で振り返る。生まれたのは女の子だった。名前は千秋。千秋はアツシには懐かなかった。アツシも最初のうちは可愛がっていたのだが、抱き上げるたびに千秋が泣くので、そのうち千秋のことは構わなくなっていった。今日ね、幼稚園で書いたの。あら上手。お母さんのこと書いてくれたの。うん。うなずいた千秋には顔立ちにアツシの面影がある。だが性格はまっすぐで、アツシのような高圧的な気質とは無縁であった。私はそのことに安堵していた。パパ、今日も遅いね。そうだね、お仕事忙しいんだって。アツシはあれから残業や休日出勤を率先してこなすようになっていた。アツシが嘘をついていないというのは給与明細が物語っている。肝心な仕事にミスが多いようで、出世の道は遠そうだが、とにかくお金を稼ぐことに躍起になっていた。そんなに早く離婚したいの。夜遅くに帰宅したアツシにそう聞いてみる。当たり前だろう。こちらを見ようともせずにアツシは言った。一刻も早くこの家を出てテレビと音楽がある生活に戻るんだ。そう、頑張ってね。目標額を目指してアツシは奮闘していた。私の方はお仕置きとしての極端な節約ではなく、趣味の範疇で節約を続けていた。アツシは節約自体が苦手になったようで嫌がっていたが、もともとは彼が言い出したことである。責任は取ってもらわなくてはね。アツシはひたすらに働き抜き、最終的には友人知人に頭を下げて回った挙句、どうにか約束の金額を集めることに成功したらしい。妻が節約なら夫は頑張って働かなきゃね。そうだな。疲れ切った様子でアツシは私の元から去っていった。義両親からの信頼を失っている彼がどこに向かうのか私は知らないが、さてと。私は部屋の中を見回す。いわゆるミニマリストというのか、家具を最低限にして暮らすのが
私には性に合っているらしい。千秋もこの暮らしに馴染んでいた。千秋の趣味は絵を描くことで、幼い頃から絵心があると周囲に褒められることがしばしばあった。実際今の千秋の夢は漫画家だった。今年小学校に入学したばかりだが、絵はすでに私よりも上手である。クラスのみんなも褒めてくれるよ、私の絵。よかったね。途中で志が変わらなければ、千秋はいずれ芸術系の大学に通うのだろう。私が貯めたお金は、その時にこそ役立つのだ。加えて、厚からは千秋の養育費も受け取っている。だから生活費としては手をつけるつもりはなかった。じゃあ、ママはお仕事するから。うん。小学生の千秋を一人家に残すのは気が引けた。考えた末、私は在宅でテープの文字起こしなどの仕事を始めた。作業は単調だが、決まった時間に集中して作業をこなすことで、ちょっとした達成感を味わうことができた。ママ、どうしたの？今度ね、絵のコンクールがあるんだって。出てみないかって先生がね。すごいじゃない。やってみたら？私は千秋の頭を撫でていった。千秋は迷っている様子だったが、やがて大きくうなずいた。私やってみるね。その息だよ、千秋。私もうなずいていた。千秋のために明日は何を作ろうか。献立を考えるのは楽しい。以前は強いられて家事をこなしていた。料理を作っても美味しいとは言ってくれなかった厚し。部屋中をチェックしてどこかに手落ちがあるのではないかと探っていた。あの頃は家事が怖かった。失敗しているのではないか、また何か言われるのではないかと不安で仕方がなかった。今は違う。今は私の料理を喜んでくれる千秋がいる。それだけで家事がこんなにも楽しいものになるなんて思ってもみなかった。私の生活は今充実していた。